アスコキタは植物に対して病原性を示す死脳菌の一族。葉、果実、茎など生きた植物体に寄生する糸状菌で組織の表層に暗色の分成子からを作り、その中に分成子が生じる。種によっては枯れた植物体に不正するものもある。分成子からは直径100から300メートル程度の全体的に 丸みを帯びた袋状の構造で壁の厚い暗色の細胞からなる二ワラ組織状の壁を持ち、頂部には直径15から20メートル程度の丸い穴が開く。分成紙は円柱型や防水型など様々な形をしており、大きさは幅2メートル長さ4メートル程度から幅10メートル長さ40メートルを超えるものまで様々である。分成小柄はない。優生世代では 分成庫からと同様の偽死亡を中に死亡報酬8つを含む二重壁の死亡を多数生じる。死亡は円筒状から混合状、または袋状で短い柄がつく時もある。死亡間には偽がわいとが認められるが成熟に伴い消失する。死亡報酬は有節でくびれている以外に目立った構造上の特徴はなく無色か単色だが死亡から放出されると合片する。 こともある。葉や落葉の分成小柄で越冬し、春以降に分成子が新葉や若い茎などに侵入する。次第に病犯が形成され、その中に天井に分か柄ができる。分成小柄から押し出された分成子は、風雨によって飛散し新しい植物体へと伝染を繰り返す。優生世代が形成される場合があり、生じるし農も伝染源となりうる。 伝統的な分類体系では、組織に埋没した暗色の分生庫からを形成することから不完全禁門分生種か不完全均光スファエロプシス目、スファエリオイド化のところ属とされ、およそ300種ほどが認識されていた。従来のアスカシタ属及び形態のよく似たフォーマ属は、分子系統解析の結果から多系統であることが示され、 それに基づき整理が進められた数の族へと分割された。また行為分類も分子系統に基づく体系に移行し、シノキンモン、クロイボタケズナ・プレオスポラ目、ディディメラカのところ族となっている。その結果競技のアスカした族はタイプ種であるエピシと近縁な十数種に限られている。主要なものを挙げれば、従来、アスコキタ族に所属していた種のうち主なものとしては、 などがある。ありがとうございます。